姉貴との約束は、もちろん覚えているよ。いつまでも口にしてたら、姉貴だって困るでしょそれに、姉貴もあたし一人でもやっていけるようにって望んでたし。<laughs> <laughs> とにかく、約束のことは心の中にしまっておいてるよ。 海のパーシバル U556 が来たよ。あたしに手伝えることって、果たして本当にあるのかな邪魔することになるから、よろしくだよ。おかえり。誰かと約束してた先約があるなら、あたしはこの辺で。約束か。 指揮官は仲間たちとたくさん約束したよね。全部叶えてあげられたあれこれ諦めざるを得なかった約束、やっぱり何個かはあるでしょ。大人ってなんだろう毎日遊び放けなくなることかな <laughs> そんなに簡単なものじゃないでしょ なんかして気分転換でもしようかなー。あ、そうだ。助けを求める子がいないか、母校を見回ろう。おーい。<laughs> 他の子との約束かどうかはわからないけど、忘れないように注意して。遊ぶ暇はないってば。 もしかして指揮官、こういうのはもう慣れっこ何してるの新しい任務があるよ。私は別に大丈夫だけど、放っておいてたまったら指揮官ももっと困るでしょ 任務が完了したよ。報酬を取ってくるよ。あくまでついでにね。メールがあるよ。ついでに取ってきたんだ。戻った留守の間は母校の仲間たちにいろいろしてあげちゃった。<laughs> 指揮官の名義で。 委託組の子たちが戻ってきたよ。出迎えるって約束したでしょ早く行って。強くなったところで、もっといろいろできるようになるとは限らないよ。あたしが敵でごめんね。勝ったからいっか。 指揮官は無理して戦わなくていいよ。離れ離れになって泣いちゃうの、もうたくさんだもん。恨まないでね邪魔しないで関わらなくする方がいいかもね。指揮官は指揮官のすることをして、私は私のやるべきことをやる。 お互いの貸し借りはもうなしってことで。海のパーシュバルの出番ね <laughs> 今日はあたしの手を借りたい子が、どこにいるのかな指揮官、あなたの名義で人助けしても構わないよね。指揮官が急に消えたりしたら、それって母校の子たちとの約束を、 裏切っちゃうことになるよね。だから指揮官、みんなのことを置いていったりはしないでね。誰かとの大切な約束。もう、子供っぽい思い込みとか、ただの幻想とか思ったりする <laughs> 違うって言ってくれると思ってた。 だって指揮官は優しい人だもん。悩まない海のパーシバルになろうとしていたし、毎日目的もなく潜って遊んでばかりでいたかったなぁ。今の私も嫌いじゃないよ。少なくとも本音をいろいろ聞いてもらえる指揮官と出会えたから。ね。 約束私にとって、それがどういう意味か分かっているよね。もう本当に、最後の最後だよ。絶対に裏切らないで、ひどいことを起こさせないでね。指揮官、約束、してくれる うん。どうしようかな。これからこれを目にしたら、指揮官のことを思い浮かべちゃうね。